始まってる。の時間がやってまいりました。あ、また話出ちゃう。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。今日はね、皆様にですね、なんともなんとも、隠して、お隠ししていたことがあります。それは何かというとですね、僕なんとですね、中学2年の頃からね、おわきちなみにギターを極めていて、あと3分。ごめん、3分。あのですね、ギターを極めていてですね、3年間、もう欠かさず毎日練習してて、この早弾きもできるわ、ギリギリチョップの ギターリフもできるわ、まあ、並大抵の人よりもギターができるっていう素晴らしい実力を誇ってるんですよ。で、まあ、これ口で言ってもわかんないと思うんで、今日はですね、なんとですね、演奏したいと思います。まあまあまあ、見とけお前ら。これ見てビビるやつは、まあそうそういるよ。いないわけがない。3分やって、5分1分です。まあ親はまあ無視して、まあ弾いていきましょうか。素晴らしい曲を皆様にね、ご提供させていただきたいと思います。お前ら、閲覧注意。正直言って閲覧注意。普段発狂しやすい人とかが見たら、すごい荒れ狂ると思う。うますぎて。もう俺の実力が、もうカビンっていうか、もうゴッドノーズに匹敵するぐらい、素晴らしい演奏だから、これを見て、ギターを始める人、ギターをね、あんまり興味なかった人が、弾かれてギター始めるってこともね、そうそうありえなくもない。そのぐらいのクオリティなんで、うん。まあ、弾いていきたいと思います。はい、もう一回言っとく。ごめん。演奏前にもう一回言っとく。ビビっちゃ人間、おしまいだぜ。神は俺に荷物を与えたから、荷物が与えられるって辛いことだぜ。もうそのレベル。はい、いきますよ。何言ってんだか分かんない、俺。聞いてください。明日への扉。